食事大吉、あ、みきしです。はい、ということでね、今回も動画撮っていくんですけども、今回ですね、現在7224で、トロフィーが世界132ということで、結構調子いいっすね。まあ、序盤一気に待たしてて、で、今中盤になってきて、で、中盤でもね、グロインできてるって結構いい感じですね。で、今日は、このね、ポンピオさん、世界1位取ったことはね、バルンで、ポンピオバルンっていうのがあるぐらいの方、この方と、当たったんでね。で、めちゃくちゃいい立ち回りできたんで、リプ解説してね、いきたいと思います。だからこれだけなんでね、短い動画ではあるんですけど、見てくれると嬉しいです。いや、これマジでうまくいった。で、ポンピオバルーンは、僕結構苦手なんですけども、意識してるのは、マスケを無理に延命しないっていうのと、延命するんですけど、その、大体マスケのね、処理に相手がディガープラスのザップとか、ディガープラスのファイボとか打ってくるんで、それをね、タイミングちゃんと見て、延命できるときはするけど、無理にしないっていうのが大事ですね。で、あとは、バルーンじゃなくて、マスケとボムタワーをね、同じ位置に出さないようにする。相手がバルーンを形組めるときに、マスケとボムを同じ位置に出しちゃうとね、ファイボで全部飛んでくんで、ファイボプラスのディガーとかで飛んでっちゃうんで、まあ、そこだけ、注意って感じですね。これね、もう一個上だったらね、ごぼうりタゲ取れたんですけど、で、これザップ早くて一発入るっていう。まあまあまあですね。ただ相手はマスケの処理に対してね、ファイボザップ打つか、まあディガープラスのファイボとかしかなくて、それだと結構ね、エリクサ使うんですよ。なので、まああえて使わせてアド取るっていうのもね、ありですね。で、ここはメガゴとね、ファイボを切ったんで、バルーン。まあ、インドラと被ったの美味しかったですね。まあ、別に被ってなくても雪生打ってたんで、で、ここは相手がね、バルスエリクサーがないんで、マスケ真ん中に出して、で、インドラの竹取りつつ、アイゴルで逆サイエード。で、ここで相手は、このマスケね、対してザップ、ファイボザップまで打つんですよね。これでめちゃめちゃバカアド取ってますね、今。そうそうそう、こんな感じで結構アド取れるんでね。で、ここアド取ってるって分かってたんで、ディガーバルーンですね。で、雪打って一発入れるかな。まあ、ごぼり置かれるんですけど、雪玉打てばね、一発入るって感じで。で、ここも相手ごぼりまで使ってるんで、バルーン出せないんですよね。バルーン出したところでこっちが、マスケプラスのボムタワーで余裕で守れるんでね。で、ここね、ファイボ絶対来ると思ったんで、あえて何も出さないでね。で、ここね、スケにザップ来ると思って、アイゴレバルーン行くんですけど、まあまあまあ、ちょっと読み外れたけど、相手これが結構きついんでね。で、ここでまた相手がね、無理やりエリクサーめっちゃ使ってるんで、また形組めなくてね、マスケが生きてくると。相手がなかなかバルーン飛ばせないんですよ。で、ここも、スケルトンでインドラの竹取りつつ、ディガーはタルババ。これめっちゃうまくいったね。あそこで、ディガーをに、んマスケの延命で、ディガーにね、スケルトンとか当てちゃうと、ザップ打たれてね、割と突破されちゃうんですよ。マスケ処理されちゃうし。なんですけど、タルババでね、しっかり対応することによって。で、ここはまあ入っても入んなくても、どっちにしろ勝ちかなっていうことで。いや、これめっちゃうまくいったっすよね。ディガーの延命がね、するときとしないときの判断がめっちゃ良かったね。で、39もらえて、まあめっちゃいい感じで上がってますということで、今期もね、グロフィニ以上、2桁目指して頑張りたいと思います。ということで、バイバーイ。